ちょうどお腹空いてたんだ。ううん、そうじゃなくて、電車賃もったいなくてここまで歩いてきたから。4時間くらいかな。ちょっと長めの散歩って考えれば楽勝だよ。うん、そうなんだけどね。なんかちょっとね。あ、それとね、決めてきたよ、バイト。そう、ガソリンスタンド。君の学生書細工してコピー作ったし、あと印鑑も保証人で借りといたから。いつまでも君のすねかじり続けるのも悪いしね。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。あ、ごめんね、一人で飲んじゃって。はい。映画始まっちゃうよ。一つで十分なのに。面白かった。え？あれでも僕さっきのポップコーンでお腹いっぱい。そうみたいだね。じゃあごちそうになっちゃおうかな。任せる。だって僕、何が好物だったか思い出せないんだもん。えい、お待ち。わあ、おいしそう。いただきます。うわあ、おいしい。なにこれ、すっごい信じらんない。そんなに慌てて食べなくても、ラーメンは逃げてきゃしないよ。ああ、そんなに好きかい、ラーメン。うん、そうだったみたいです。変わったお嬢ちゃんだね。あれ、今日のナイターはどっかな。親父さん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。家庭の精神医学、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は。ええ、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。この回三塁ランナーも残塁となり、またも得点ならず。その差は一向に変わりません。両チームともどうしても落とすことのできないこの試合、果たしてどちらが決戦なのか。僕テレビ見てた。そうだっけ。